メガロドンは、約2300万年前から360万年、前の前期中心夜から、先進夜にかけて生息していた、ゼモエツ種のサメである。メガロドンの葉とホホジロザメの葉、白亜紀初期に、ホホジロザメから分岐して絶滅したネズミザメ化に、分類されている。俗名についてはまだ議論があり、カーケラクリーズ、メガサロカス、オトデュス、プロカルケロドンのいずれかに分類されている。 これは、メガロドンが、赤月神聖に進化した、オトデュス族の巨大ザメの系統の最終種であることを、示す遺構化石が発見されたためである。正式には、学名が決まっていないがオトデュスメガロドンという。なお、カルカロドンメガロドンの方は、本種を、原生のホホジロザメの同族とする説に基づく、学名である。標準和名では、昔をホホジロザメと呼ばれる。 メガロドンという名は、古代ギリシア語、ミューガンマアルファー、大きいデルタ、葉の合成語である。古生物は一般に、学名の、俗名部分で呼ばれることが多いが、メガロドンの場合は、種称名であって、俗名ではない。シノニムには他に、プロカルケロドンメガロドンもある。原生のホホジロザメと、禁煙という考えから、カルカロドンメガロドンという学名が主流であったが、 近年では、完全には置き換わっていないものの、カルカロクレスメガロドンの方が、学術レベルにおいては広く受け入れられている。本種が、後者のカルカロクレスであるとする学説では、その系統は、ホホジロザメの属するネズミザメかではなく、メガロドンを最後に絶滅した、オトゥダスという古代ザメの系統に属するとする。禁煙種を参考にした。 3メートル、8メートル、16メートルの個体画像メガロドンは史上最大級の捕食者魚類とされているが、メガロドンの大きさのほとんどは歯から推定されているなど断片的な意外からしか知られておらず、その姿や最大のサイズは不明である。ホホジロザメ、ジンベイザメ、ウバザメ、シロアニのどれに似ているのか、科学者によって意見が分かれている。全長は、 最大個体の推定値で、最大10メートル、約13メートル、約15メートル、またはそれ以上など変動している。さらに巨大な20メートル説や40メートル説は、すべての歯が最大化石で構成されているとして復元したもので、現在では否定されている。サメは軟骨魚類であり、化石には通常は歯しか残らない。そのため、 化石のみで正確な生前の姿を復元することは困難であり、現行の生態復元図はすべて想像によるものであり、各学者や使用された算出方法によって意見が分かれている。地球上においても海域ごとにサイズの違いが存在したという説もあり、その場合の平均を10.5メートルとした計算もある。いずれにしても、原世のホホジロザメより大きく、 各仮説を統合すると、原生魚類では、ウバザメやジンベイザメに近い大きさである。大きな顎は108,500から182,200ニュートンもの噛み砕く力を発揮したと推定されている。歯は厚く頑丈で、獲物を掴んで骨を壊すために作られていた。メガロドンはおそらく、海洋生物の社会構造に大きな影響を与えたと考えられる。 化石の記録は、メガロドンが、世界中に分布をしていたことを示している。小型のクジラ、アザラシ、ウミガメなどの大きな獲物を狙っていたと思われる。幼魚は温暖な沿岸海域に生息し、魚や小型のクジラを食べていた。 ホホジロザメのように柔らかい下半身で獲物を襲うのではなく、メガロドンは、その強力な顎で強行を突き破り、獲物の心臓や肺に穴を開けていたのだろう。メガロドンは、リビアタンヤより小型のシャチなど、小型のクジラを食べる、クジラ類との競争にさらされていた。幼魚が温暖な海域で育っていた可能性の是非も、含め、気候変動が、 メガロドンの衰退の原因になったのかは、賛否両論ある。また、ヒゲクジラの種類が減り、分布が極地に移ったことで、メガロドンの主な食料源が減った可能性もある。このサメの絶滅は、ヒゲクジラの巨大化の傾向と一致している。巨大な牙で2頭のクジラを襲うメガロドンの、創造図新世代第3期主神魚に登場した、クジラの仲間は、中神魚には、 様々な種類に進化し、生息数も増加した。現在のハクジラやヒゲクジラの仲間のほとんどは、中心ヨ末期に登場している。こうした、中心ヨから、先進ヨにかけての脊椎動物が豊富にいたと思われる温暖な海域があった地域の地層から、クジラと共に、メガロドンの化石が大量に見つかっており、大型のクジラの背骨やヒレの骨格の化石には、 ノコギリ状の縁が特徴的なメガロドンの歯による髪跡が見られることからメガロドンはクジラ類などを捕食していたことがわかるメガロドンのアゴバの復元模型従来の説ではメガロドンは先進を中期に絶滅したと考えられているこれは大陸方の海水温低下とクジラが寒冷な海域に逃げ込んだことによってその生態的地位が存在し得なくなったためとされる 変温動物であるサメは、高温動物であるクジラのようには低温の環境に適応できない。また、従来の説には超新星爆発による宇宙放射線の影響を絶滅の原因とする説もある。一方、アニマルプラネットで放映されたい説には、ゆえに寒冷化が主因という見方はおかしく、つまり、ヒゲクジラ類も、競合種も、急激に強力になり、 進化についていけず淘汰されたという遺説である。2019年に、米国の学会誌に掲載された、チャールストン大学などの研究者らの研究チームによる、研究論文によると、メガロドンの絶滅時期は化石の調査から360万年前と、その主な原因を放ジロザメとの生存競争に破れたためとしている。日本において、 メガロドンの歯の化石は長らく天狗の爪とされていた。完全に近いと思われるメガロドンの歯が1989年埼玉県で出土している。サメの歯の化石は一本一本バラバラに発見されることが多いが、この化石には一個体の上下の歯が73本含まれていた。埼玉県自然史博物館では、このセットを用いたメガロドンの顎の復元が、 展示されている。この復元はカルカロドン説に基づき復元され、全長12メートルの個体であったと考えられている。20メートル説はこのくらいの大きさの刃があるかもしれない。それくらいの歯が存在したとすれば、全長はこれぐらいになるだろうという想像によるもの。だが同調自体がホホジロザメの成長カーブをそのまま適用して、 これらのサイズを算出する手法を空想的でおそらくやりすぎと書いている。ありがとうございます。